パンパンパランパン、今大丈夫だったんですけど、パンパランパンパン。あのコードとしては、あの F、ゲス、アス、ペみたいに全部が波音でクラスしてるんだけど、伸ばしがね、で、コードはあのデーモンのコードがなんなきゃいけないんだけど、そこで、顔なじみの人たちもたくさんいてね、久しぶりでホルンの音を堪能しました。でも一度にこうお目にかかれる人数とホルンでも4人とか大きく8人そうですよね、20万人今日16人だから、ね、僕自身も学生の頃ホルン吹いてたもんだから、やめてから何年だ、もう40年50年経つよね。でもこう指示なさるときにこうちょっと指使いでついついついなんかみんなに笑われるんですけど、ね、喜んでいらっしゃったもう本当に嬉しかったです、楽しかった。なんか同じ楽器だけでアランサーって逆に難しさとかも終わりじゃないですか。ありますよね、それはね。あ、それからもう興味じゃなくて結構みんな音がよりよく集まるんですけど、個人差が出る音色の違いっていうのが目立っちゃうと、あのアンサンブルっていうか音そのものの、ね、積み重ねがばらけちゃうんで難しいところがありますけど、今回すごくいい感じでいったと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。